チャオ、あちゃんです。今日12月4日あちゃんちの晩ご飯しゃぶしゃぶしたいと思います。はい、まずね、水、だしを作っていきましょう。ですね、全くの水でもしゃぶしゃぶいいんやけどね。だし、昆布茶、梅昆布茶適当。火つけてやったらね、しけっちゃうねん、パッケージ。ほんま火つけてからの方が溶けんねんけどさ。それ適当にバーって入れるからさ、こういう入れ方をやっちゃうと、しけっちゃうわけね。で、あごだしを小さじ2ぐらい。でね、赤ワイン。適当。もう赤ワインはないへん、買ってくるな。安いやっちゃん、テーブルワインで超安物のワインです。はい、あんまり飲んでも美味しくないね。美味しくないけど、まあね、いいです、はい、ジュース代わりに飲むのにねジュース代わり言うの。はい、変な色になっちゃった。これかけて、あとね、ここにシャンタン、ソーミシャンタン、中華だし入れんねんけど、コーンペーストでいいや。コーンペーストね、こんだけぐらい入れとこ。これが翌日美味しくなるのよ。お肉のね、だし入って。うん、だしだがあっても美味しいかもわからんね。だしだもね、ラグナで買ってきたいけどね。ここでちょっと火にかけてみます。野菜。野菜、子供は食べへんのよね。はい、なんていうの、キーシン、オーシンっていうの知らんけど、ちっちゃいけど、60円やって。でっかいやつさ、だいぶ安なったやん、白菜。150円とか200円ででっかいの売ってるけど、でっかいの食べきれへんのよ。で、しなびちゃうねん。もう60円のこれちょうどよかったよ。これこれこんなん売ってくれみたいなね。うん。そんな勢い。あんまり大きいのいらんねん、もったいない。ダメにしちゃうから。せっかくね、育ててくれたのに、失礼やんか。ダメにしちゃったら。母ちゃんはこれぐらいのがちょうどいいなって。ほんま子供白菜食べへんからさ。母ちゃんばっか白菜食べるのに、子供ばっかり肉食べとんの。まあええけど、あっちゃんも肉は食べるけどさ、やっぱりしゃぶしゃぶするのに白菜とかさ、そんなばっかり嫌やん。まあでも1、2、3、まあっていいかな。4枚いこうか。これでも多いかもわからないな。甘いらしい。はい、こんな感じして、大根は薄切り。野菜かけへんからね。はい、
で、人参、白ワインの方が良かったけどね。白ワインもうないね。あ、美味しい。めっちゃ美味しいです。ほんま日本酒でもいいけどね。しかも日本酒の方がいいねんけどね。では、しゃぶしゃぶのお野菜を入れていきましょう。これで煮えたらしゃぶしゃぶして食べましょう。だしめちゃくちゃ美味しいよ。うん。このままでも食べられる。できました。暑い。セーターですごい暑い。部屋帰ってきたらすごい暑いね。ちょっとお肉を入れましょう。ドバッと言うよ、豚やから。消しといて。暑い暑い。ちょっとドバッといっていこう。とりあえずね、最初のビーマン頑張っていきましょう。はい、食べよう。いただきます。白菜を、おいしい。だし出てるから付き合うのも食べられるんじゃん。オムライスがすごく効いてる。食べや。食べよう。食べよう、食べようじゃない。バッチャー使ってから、もっと食べようとある。大根が美味しいな。もうちょい煮えちゃうかな。鍋するとね、暑いね。今日ちょっと暑かったよね。食べるの？食べやなくなってまうよ。食べてない、ちゃんと食べや。ゲームが一段落つくまで食べてくれん。しゃぶしゃぶ嫌い。美味しいよ。ひかも食べ。ひか、みかんやめて食べなさい。あ、はっきりで。この辺入ってんね、ほら。この辺入ってるから。舞台から。向こう開けて。
開けて。マイク。ま、うん、暑かったよな。マイクついた方がいいからへんじゃん。開けて。熱。また見なさい。はい。いやいやね。美味しいよ。おでん。おでん。うん、ちょこっとこれは。おでん麺のことはくつくつ煮込まんのから市販のパックであんま美味しないしさ。食べてはよ。はいはい、豚さん、はい、さあね、はい、入れとくわな。ドバッと入れとくからさ。煮えたら食べてや。テレビ夢中になったなんて食べ。お肉まだやで。それ全部まだやで。まだやで。あっけやろ。うん、食べちゃう。最後に。いけてるかな。もうちょっとしゃぶしゃぶしたほうが。この辺までやろ。まだ赤やろ。豚は用意引いたらそんな危ないからな。安い。ここ謝ったようだ。違いようかな。異常気象やね、ほんまに。夏の格好になってきた。こんな日に鍋しゃんでよかったよね。まあいいや。あれ食べにしまい。入れといてって言ってね。あ、キノコ入れ乗せたよ。キノコ入れようと思ったのに。はい、いっぱい入れてあるわ。肉もない。ちょっと切ろうか。
うん、違う。これいいかな。よさげ。よミヤ、ピンクなミヤ。ピンクかどうかミヤ。うん。濡れてるから見てから食べやって。うん。うん。ファンタグレープ買ってきちゃう。久々やファンタグレープ飲むの。美味しいね。しゃあ。うん。食べてしまえよ。うん、中いっぱい。お餅かなんか入れる？お餅かうどんどっち入れる？どっちでもいい？もういっぱいあらへん。お肉入れるか。よし。なくなってくれやね。逃げたんかどうか分からんなるもんな。1キロの肉全部いきそうやね。それ全部使っても890円フランス豚さんありがたいわ。熱っ。もうちょっといこうか。熱っ。寒いと多分熱いよな。いや食べた。教えとく。どっちも。くっ結構時間かかるしな。30分ぐらいとっか。
暑い、出てる。天候天気だ。暑い。まだほら。今度12月に暑いとおかしいよね。チャンス。暑いな。今温暖化です。嘘です。氷河期に向かっております。それの間の上向いて上昇中でございます。まだまだ温度上がるよ。温暖化コントロール。抜けるからもうちょい置いとき、もう一回見して、いけるいけるいける、おいしい、あったい、調子やね、汗で、もういいわ。何振りかまってられん。作ってさ。しょ。ああ、疲れんな。暑さで疲れるよ。あれだ、もうちょっと溶けてる、もうちょっとか、人参食べてるやつだ、人参食べてる、うさ、野菜が美味しいわ、やっぱり肉もう一枚だけ食べようか、納豆文字で終わろうか、締めようかな、うん、美味しかった。もうちょい上げてみよう。もうちょい食べや、うん。できてると思うよ。
肉もいっぱい学んで、お餅2つずつあるからね。お餅で早く、おいしいけど熱いわ。止めようか。もちまたあと1個挟んで、お肉まだもうちょっと残ってるんだよ、うん、あーもうお腹いっぱい。今日のあっちゃん家の晩ご飯、フランス豚さんでしゃぶしゃぶしました。美味しかったです。ごちそうさま。満足満足です。ほんまはねもうちょっと涼しい寒かったらってよかったけど、今日は暑かった、まあ、暑い日にしゃぶしゃぶもいいです。おつなもんです。はい、ということでね、ちょっとゆっくりまったりしてお風呂入っても今日入れよう。まだ明日の動画1本も作ってないけどね、僕が動画作って、なんやかんや忙しいわ。まあ、忙しいでも仕方ないけどね、うん、YouTuber 頑張ります。はい、ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、ごめんごめんファンタグレープだから気分出た。はい、今日のあっちゃんちの晩ご飯この辺で終わりたいと思います。ではまたね、バイバイ。あっちゃんちのしゃぶしゃぶよかったと思ったら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。